ロッキード事件をはじめ、暗いニュースが多かった昨年、その中で明るい話題を振りまいてきた5つ子の赤ちゃんが1月31日、元気に満1歳の誕生日を迎えました。この日、東京練馬区にある山下さんの家では、両親とおばあちゃんが用意したバースデーケーキを前に、ささやかな誕生パーティー。父親の頼光さんは、仕事のために参加できなかったのがちょっぴり残念。それでも5人は大喜び。5人は昨年の1月31日、鹿児島市立病院で誕生しました。4人までが極小未熟児でしたが、医療技術と多くの人たちの努力に支えられて無事育ってきました。5月12日には全員保育器を卒業して空路鹿児島から東京へ大移動。詰めかけた報道陣と1000人を超える付近の人々に祝福されて日大板橋病院に入院。入院中は大した病気もせず、9月27日、一人前の赤ちゃんに成長して退院。今年の正月は母親ののりこさんも退院して一家7人揃って迎えました。大好きなおもちゃで遊ぶ毎日。近頃では食欲旺盛でベビーサークルから身を乗り出すようにして食べるとか。全員捕まって立ち上がれるようになり、一人歩きももうすぐ。これからも元気に育っていくことでしょう。